僕はやっぱ楽しかったっすね。本編どうなってるか分かんないですけど、僕の企画が果たして本当に放送されてるのか否かだけは本当に気になってます。全然トークの方が良かったんじゃないかみたいなとこありますけどそんなんも含めて、あのいい1本目やったんかなと思うんで、まあ、2本目ちょっとスイッチ入れ替えて2本目向かいたいと思います。最近なんか栄養も含まれたカップラーメンとか、2本目ですね。1本目よりはやっぱ緊張はしてないですけど、でも個人的には1本目の企画の方が2本目の企画より自信があったというか、なんかいろいろできるかなと思ってたんですよね。え、どうしようかなって感じではあります。出てくれてね、この間の関係性は結構強い。どうかクジライに届けてください。便利やろ。でもそれは便利やな。 LINE さんは便利。中井さん入られます。じゃあお願いします。